この度2枚目のソロアルバムを出すことになりました。バスクラネットオンリーのプログラムとなっております。アルバムの内容についてですが、バスクラリネットのオリジナル作品から3曲、厳選して、収録いたしました。まずは、2011年の作品、アメリカの、バスクラリネットを軸とした、クラリネット奏者であります、ジョナサン・ラッセルのソナタ、こちら、大変かっこよい曲となっております。そして、少し時代が遡りまして、1982年ヨーロッパベルギーの、作曲家、フェルベス・セルトによる、シクルスという作品です。12音技法を使用した、現代音楽のカテゴリーに入る作品ですけれども、バスクラリネットの、特徴がうまく出ている曲ではないかと思っております。さらに遡りまして20世紀前半の、スイスの作曲家オトマール・シェックによる、バスクラリネットソナタですけれども、こちらは、バスクラリネットの作品としては、かなり初期の部類に入る、室内楽作品ですけれども、こちらも、バスクラリネットの、特徴広い音域を、ふんだんに使った、とても、かっこいい曲になっております。さらに、クラリネットの室内楽作品としては、おそらく最高峰になるのではないかと思いますけれども、ブラームスの、クラリネットソナタ、大変有名な曲ですけれども、こちらを、バスクラリネットで演奏するという、チャレンジです。こちら、大変面白い取り組みに、なったかと思いますので、ぜひぜひお聴きいただければなというふうに思っております。さらにバスクラリネットの魅力の一つとして、バスクラリネットの音色で美しい歌が歌えるのではないかなというところに、注目をいたしまして、そのコンセプトで2曲、選びました。フランスの作曲家プーランクの、歌曲です。愛の小道という大変有名な歌曲ですけれども、そちらとあと、現代の日本の吹奏楽や管楽器の作品として大変人気を博している曲ですけれども、福田陽介さんの桜の歌という曲、こちら、愛の小道桜の歌、いずれもあの美しいメロディーが印象的な、曲ですけれども、こちらをバスクラリネットの音色で楽しんでいただければと思って今回のプログラムといたしました。いずれも、バスクラリネットの魅力、バスクラリネットの良さが、発揮できるプログラムなのではないかなと思っております。ぜひぜひ多くの方にお聞きいただけましたら幸いです。あー、なるほど。ズバリ CD の聴きどころ一つ、バスクラリネットは広い音域の楽器なので、それぞれキャラクターが明確に存在すると思っています。低音域のキャラクター、そしてバスクラリネットの中音域のキャラクター、高音域のキャラクター、それぞれが、違う感じの歌に聞こえてくるところ、それぞれが、個性を持っていて、バスクラリネットらしさがその中ににじみ出てくるものなのではないかなと思っております。アルバムタイトルがアマービレ。バスクラリネットの、いろんな歌が楽しめるアルバムになったのではないかなと思っております。詳細につきましては説明欄をご覧いただきまして、多くの方々にお聞きいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。